まあしかし何苦渋が強いというかね、日本ハム大谷選手もそうですし、ね、結構思い切ってね、こう拒否してる選手を指名したりね、はあ、っていったこともありましたし、はいはい、7球団でやっぱり当てるっていうのはね、何かそういう運がないとね、なんかあるんですかね、なんか特別な何か光線出てるとか、まあでも本当にいろいろプランを考えながらね、こうやってもらえるチームには入ったと思いますからね、はあ、あれ辰巳さんだったらその清宮さんどんな風に育てたいって思って、パリーグであればもう早く使いたいですよね。もちろん実際自分の目で見て、はい、一軍で果たして通用するかどうかっていうのはね、うんうん、なんとなしに分かると思うので、はいはいはい、それでいけると思えばもう本当に1年目から早く使いたいですよね。とにかく一軍帯同させて、はい、っていう、要するに二軍でじっくりみたいなことじゃなくて、とにかくゲーム出す。そうですね。ほう。で、もし無理であれば1年間、二軍の試合1年間全部出して、はい、で、2年目からは行くというね、なんかはっきりとはっきりとしたプランを持った方がいいと思いますね。へ、はい、まあでも本当楽しみです。で、一方ドラゴンズは中村さんを1位指名したのですが、はい、ね、広島にね、行かれました。ね、中村選手もやっぱ広島に行きたかったと思うのでね。僕でもぶっちゃけ正直言うとドラゴンズは欲しかった。けども、中村さんのこと考えたらカップでよかったかな。そうですね。なんとも言えない、こう、安堵の表情をね。ね、広島に決まった時に浮かべてましたけど。そうですよね。まあ、ドラゴンズにとってはね、非常に、はい、もし来てくれたら、十数年、キャッチャーを心配しなくていいかなと。そうですよね。まあ、それぐらい自分も評価はしていたんですが、ただ、はい、外れ1位で、この、ヤマハの鈴木投手。広島。これ単独で取れたっていうのが、ええ、見ていてすごく不思議で。ああ、もっと他からも声がかかっていいんじゃないか。ねえ、またもう一回9時なら抽選になると思ったんですよね。はいはいはい。それが、この鈴木投手が単独指名できたっていうのは、はい、自分的にはこの今、大学社会人のピッチャーではナンバーワンじゃないかなというふうに、思ってるんですよね。逆に、ちょっと森監督のインタビュー聞いてみますか。改めまして、この鈴木博士選手の評価、はい、どういうところを評価されて、指名になりました。山形で浜松ですけど、まあ、一応名古屋近いし、いろんな関係の人たちもかなり東海地区にもいますし、そういうことでは良かったなと思いますけども、ピッチャーとして、まあ、先発も、ね、できるし、当然抑え、後ろ、セットアッパー、クローザーもできる、ボールも持っているということですし、私もビデオを見ましたし、まあ、その中でよくあそこにいてくれたと、残ってくれてたっていうことだけを感謝して、あとはもうスカウトの人にね、今後うちに来てくれると信じてます。森監督から見て一番の評価のポイントはどこですか、鈴木選手。まあ体もでかいですけども、ボールがね、やっぱり速いスピードボールを投げれるっていう魅力、そこを私も見たし、スカウトの方もそうやって評価してましたから、一致してます。まあ、辰巳さん、181センチ、95キロ、はい、で、最速157キロ。はい。これ、辰巳さん、注目されていた。まあ、映像でしかまだ、ね、うん、見てないんですけれども、すごく、はい、その、手持ちがいいと言いましょうか。ほうほう。ここ、球持ちがいいって。はい。だから、ベース際ですごく、キレのある。ああ。それでいて150超えますから、相当、打ちにくいと思いますから、ね、今、監督も言ってましたけど、先発を抑え、まあ、中継ぎですよね。はい、うん。どっちでも、っていう感じじゃないですかね。はい。なんか即戦力ですね。僕も新聞で知ったんですが、背筋力がすごい強くて、300キロを超える背筋力って、相当なものじゃないですかね。さあ、すごいですね。やっぱりこう、うん、ボールを遠くへ飛ばす、速いボールを投げるっていうのは、やっぱ背筋が強い人なんですよね。ほう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 。だからやっぱり、今、ドラゴンズ来ても一番球速いかもしれないですよね。おー。これ、辰巳さんだったら、どんなような起用の仕方を。先発か。やっぱりドラゴンズ今年2桁ね、勝てるピッチャーいなかったですから、まあ、後ろはなんとかなると思いますからね、はい、やっぱり先発でやってもらいたいですね。まだ20歳と若いですから、やっぱり先発から始まってほしいですよね。僕もまあ、今年もそういうシーンがありましたけど、やっぱりなんかこう、投げますよ、いよいよ鈴木さんがと言って、ファンがわー、投げるんだ、鈴木博士が投げるぞ、先発だって言って、投げてほしい。
うん、なんかちょっとこう途中から出てきたりとかそういうことじゃなくて、あ、そうですね、いきなり先発でしかもジャイアンツあたりにぶつけてほしいですね。あ、そうですね。なんかそういう楽しみもありますよね。でもまあ1位とにかくあの鈴木さんがまた20歳ですからね、まだね、これからもう楽しみじゃないですか、ね、バンバン投げてほしいし、はい、バンバン勝ってほしいですよね。まあいいね、ピッチャーが取れたと思います ね、はい、ボールも持ってるということですし、私もビデオを見ましたし、まあ、その中でよくあそこにいてくれたと、残ってくれたということだけを感謝して、あとはもうスカウトの人に、ね、今後うちに来てくれると信じています。森監督から見て一番の評価のポイントはどこですか、鈴木選手。まあ、体もでかいですけども、ボールがね、やっぱり速いスピードボールを投げれるっていう魅力、そこを私も見たし、スカウトの方もそうやって評価してましたから、一致してます。まあ、辰巳さん、181センチ、95キロ、はい、で、最速157キロ。はい、これ辰巳さんも注目されていた。まあ、映像でしかまだ実、ね、うん、見てないんですけれども、すごく、その、手持ちがいいと言いましょうか。はい、ほうほう。こう、球持ちがいいって。はい。だから、ベース際ですごく綺麗な。まあ、しかし、何？苦渋が強いというか。ね、日本ハム、大谷選手もそうですし、ね、結構、思い切ってね、こう、拒否してる選手を指名したりね。はあ。っていったこともありましたし、はいはい、7球団でやっぱり当てるっていうのはね、何かそういう運がないとね、なんかあるんですかね、なんか特別な何か光線出てるとか。まあでも本当にいろいろプランを考えながらね、こうやってもらえるチームには入ったと思いますからね、はあ、あれ辰巳さんだったらその清宮さんどんな風に育てたいって思う。あ、パリーグであればもう早く使いたいですよね。もちろん実際自分の目で見て、はい、一軍で果たして通用するかどうかっていうのはね、うんうん、なんとなしに分かると思うので、はいはいはい、それでいけると思えばもう本当に1年目から早く使いたいですよね。とにかく一軍帯同させて、はい、っていう、要するに二軍でじっくりみたいなことじゃなくて、とにかくゲーム出す。そうですね。ほう。で、もし無理であれば1年間、二軍の試合1年間全部出して、はいはい、で、2年目からは行くというね、なんかはっきりとはっきりとしたプランを持った方がいいと思いますね。へ、はい、まあでも本当楽しみです。で、一方ドラゴンズは中村さんを1位指名したのですが、はい、ね、広島にね、行かれました。ね、中村選手もやっぱ広島に行きたかったと思うのでね。僕でもぶっちゃけ正直言うとドラゴンズは欲しかった。けども、中村さんのこと考えたらカップでよかったかな。そうですね。何とも言えない、こう、安堵の表情をね。ね、広島に決まった時に浮かべてましたけど。そうですよね。まあ、ドラゴンズにとってはね、非常に、はい、もし来てくれたら、十数年キャッチャーは心配しなくていいかなと。そうですよね。まあ、それぐらい自分も評価はしていたんですが、ただ、はい、外れ1位でこの、ヤマハの鈴木投手。広島。これ単独である。それでいて150超えますから。相当打ちにくいと思いますから、ね、今監督も言ってましたけど、先発を抑え、まあ中継ぎですよね、はい、うん。どっちでもっていう感じじゃないですかね。はい、なんか戦力ですね。僕も新聞で知ったんですが、背筋力がすごい強くて、300キロを超える背筋力って、相当なものじゃないですかね。さあ、すごいですね。やっぱりこう、うん、ボールを遠くへ飛ばす、速いボールを投げるっていうのは、やっぱ背筋が強い人なんですよね。ほう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 。だからやっぱり今ドラゴンズ来ても一番球速いかもしれないですよね。おお、これ辰巳さんだったらどんなような起用の仕方を、先発か、いろいろ。やっぱりドラゴンズ今年2桁ね、勝てるピッチャーいなかったですから、まあ、後ろはなんとかなると思いますからね、はい、やっぱり先発でやってもらいたいですね。まだ20歳と若いですから、やっぱり先発取れたっていうのが、見ていてすごく不思議で。ああ、もっと他からも声がかかっていいんじゃないか。ね、またもう一回9時なら、抽選になると思ったんですよね。はいはいはい。それが、この鈴木投手が単独指名できたっていうのは、はい、自分的にはこの今、大学社会人のピッチャーではナンバーワンじゃないかなというふうに、思ってるんですよね。逆に、ちょっと森監督のインタビュー聞いてみますか。改めまして、この鈴木博士選手の評価、はい、どういうところを評価されて、指名になりました。山形で浜松ですけど、まあ、一応名古屋近いし、いろんな関係の人たちも、まあ、かなり東海地区にもいますし、そういうことでは良かったなと思いますけども、ピッチャーとして、まあ、先発も、ね、できるし、当然抑え、後ろ、セットアッパー、クローザーもできる。